横須賀藩。横須賀藩は、東都海国に存在した藩。藩長は、横須賀城、静岡県掛川市西大淵。天正2年、1574年、武田勝頼によって、東東都海の要衝であった、皇天神城が陥落する。これによって、東東都海の支配権を失った、徳川栄康は、皇天神城を奪還するために、 馬伏塚城の大須賀安高に命じて福塚城を廃止、天正六年1578年から新たに横須賀城を築城させた。横須賀城は天正八年1580年に完成し、この城を拠点にして高天神城奪回の攻撃が始まり、天正九年1581年3月22日に高天神城は奪回された。後に、 安高が死去すると、上司は、養子の大須賀忠政が継いだ。天正十八年、1590年の、小田原征伐により、家康が関東に数を違法されると、忠政も数佐久里藩に違法され、代わって、豊臣秀治の家臣、渡瀬茂戦が入った。しかし文禄四年、1595年、茂戦は秀治事件に連座して、改役、死罪に追い込まれた。 そのため代わって、重ゲの重心だった、有馬豊とが入る。この豊臣系大名の時代は、悪政の時代として有名で、渡瀬時代は、秀デの牽政を傘に来て、過酷な重税を課し、それが収められなかった者は殺されたと言われる。有馬時代も、豊臣秀吉の牽政を傘に来て、対抗検知を実施したが、この検知があまりに過酷なものであり、そのために、 領民は重税に苦しめられたとされる。慶長五年、1600年9月、関ヶ原の戦いで、有馬と洋氏は東軍に組みして、先行を挙げたことから、戦後の12月13日に、丹波福知山藩6万国に数を移行された。慶長六年、1601年2月、クルリより、大塚田正が再び横須賀に戻ってきて、領主となった。これが、 横須賀藩の律藩である。国高は5万5千国であった。忠政は、豊臣大名時代の悪性を正して、旧来の税制に戻すなどしている。第二代藩主、大須賀忠治は、現元長元年、1615年12月1日、本家の上の盾林藩主榊原交渉が死死し、亡くして死去したため、代わって、榊原家の家徳を相続することとなり、 竹林藩に違法された。これにより、横須賀藩は一時的に、廃藩、幕府領となった。玄奈五年、1619年10月、下草関宿藩より、松平重勝が2万6千国で入ったことにより、横須賀藩が再立藩する。しかし玄奈七年、1621年、第二代藩主、松平重忠時代に1万4千国家族の4万国に、 サタ城で、出は上の山藩に数を違法された。現那8年、1622年、井上正成が52,500国で入る。寛永5年、1628年、第二代藩主、井上正俊は5,000を、弟の井上正義に分与したため、47,500国となった。しかし、正敏は、 徳川忠だが事件で功を挙げ、さらに総社版に映進したことから、商法2年、1645年6月27日に2500国の家蔵の上で、日立笠間藩に家蔵違法された。井上家に代わって、三河岡崎藩から本田と品が5万国で入る。しかし、関西重州諸家府にもあるように、領内の政治よろしからず、先にに至るの時も、 その和から日を胸に違いしにより、所領を公衆せられうんぬんと悪性が敷かれていた。年長は、性質が創生すると、遊女に七百両の大金を支払って見受けし、主演や女性に溺れる毎日を過ごした。このような藩主では家臣にも、黒柳昆右衛門や松本慎太郎、松山寛左衛門ら関心が集って、政務を専応し、スパイを領内に派遣して、密告を奨励し、 さらに、八都百0 0条を制定して、領民の生活を厳しく統制するなどした。さらに、遠方八年、1680年8月、領内を暴風雨と高潮が襲う大被害に見舞われると、ついに領民の不満は爆発して幕府に嘆願が行われた。幕府も看過できず、天羅2年、1682年2月22日、年長は、 江戸城において二十三カ城における石棺城を受けて開域に処された。あとに年長は、出羽村山藩主として復活した。本岳だけ後の三月九日、品の小室藩より、西尾忠明が二万五千国で入り、藩主家は安定した。第二代藩主、西尾忠隆は老中を歴任して惑星に参与したことから江戸暮らしが長かったが、そのために、 江戸文化が横須賀にも導入され発展することとなった。在任中に、公営地震で港が使い物にならなくなり、貿易中継拠点の町から地場産業の町へと移行する。第四代藩主西尾中移りの性質は田沼沖継ぐの娘であり、中移りは相良城破客を務めた。また、忠高同様に乱学を好み、高森館義見を登用して文化の発展に尽くし、 この時代は、西尾文化とも言われた。食産工業でも、中宇津には、さつまいも、茶、砂糖きびの栽培、塩州などの漁業促進などに尽力した。幕末期に入ると、西尾家は、古代の名門であることから家臣団が砂漠派、尊皇派に分裂して抗争した。母親戦争が始まると対応に苦慮したが、尾張藩の説得を受け、また青山善一郎の仲介もあって、 尊能派が大勢を占めた。その後、横須賀藩は新政府の統制軍に協力した。明治2年、1869年2月29日、第八代藩主、西尾田ダーツは、安保花房藩に違法され、横須賀藩は、廃藩となった。6万国不大、2万6千国不大、5万2千国不大、5万国不大、万不大2万5千国、3万5千国不大。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。